いたら質問させていただきます、はい。今発表項目にありました市民病院の件についてです、はい。7月1日に引き渡しがされて、まあ、予定通り10月7日に診療開始ということなんですけども、はい、去年の12月頃にですね、31の診療科目がある中で一部が、まあ一部の診療科の医師が確保できない可能性も出てきているという話が、ありまして、10月7日はその全て31診療科目全てで診療開始ができる状態にあるなるのでしょうか。はい、そのとおりです、はい。まあ、医師 の、 人事異動等が、まあ、いろいろございますので、まあ、そういった面もあるというふうにございますけども、例えば小児循環器科分岐 の、 その内科の先生の問題等についていろいろと要望をいただいたんですが、まあ、そうした、診療科目についてもきちんと、整備をしましてですね、そして、人員の配置もできるというメロディーも全て立っているということでございますので、10月7日にですね、官邸の方で安倍首相と面会する機会があられた方なんですけど、同席された方を拝見するに、恐らく来年10月のアジア太平洋サミットのことなのかなと思ったんですけれども、はい、現時点なんか会見を通じて市民の皆さんにお伝えするようになってますか。はい、ちょうどですね、私も首相官邸の方に安倍総理、それから、まあ、官房副長官はじめですね、官邸の皆さん方にですね、日本水フォーラムの竹村理事長とご一緒しまして、来年の10月19日20日に開催をされます、アジア太平洋水サミットがこの熊本で開催をされるということで、3月末にですね、閣議了解をいただいたということで、そのお礼とですね、それから来年の、このサミットの成功に向けてのですね、支援のお願いということで、安倍総理はじめですね、官邸の方にご挨拶に伺ったということでございます。で、まあ、この中で安倍総理の方からもですね、私の方に、まあ、こうしたもの熊本は非常に地下水が豊富であるということ、そして、それが熊本地震の時にですね、水前事情受援の池の水が枯渇をしてしまったり、あるいは、断水をしたり、まあ、大変なことがいろいろあったけれども、まあ、そこから復活をして、そして、まあ、熊本地震からの復興をアピールする契機としても非常に重要な、そういうこのサミットもですね、時期になるのではないかというお話がありましたので、まあ、政府としても、全面的に協力をしたいというところ。それからもう一つ、私の方の方からお願いを2つ申し上げましたのが、1つは、この招待状を各国の首脳の方々に、これからお送りをするということになりますけれども、それについて、安倍総理からのですね、メッセージを添えさせていただきたいので、そのご協力をお願いしたということ。それからもう1点は、まあ、来年の話ではございますけれども、第1回目、日本でですね、このアジア太平洋水サミットが開催された折にはですね、その当時の内閣総理大臣がご出席をいただいておりますので、まあ、来年のその10月にはですね、総理大臣にご出席いただきたいと、まあ、その要請をさせていただいたということで、その、まあ、両方については承知したということ、それから、まあ、今後、やはり、この、まあ、アジア太平洋地域問題をですね、解決するために熊本の、いろいろなこのノウハウ、まあ、これまで、地下水をですね、いろいろと、寛容をしてきたりですね、まあ、あるいは、質や量をですね、まあ、保ってきた、まあ、そういった取り組みについてもですね、まあ、ぜひ、PR をして、いい機会にしていただければというふうなお話でございます。それでは各社からお聞きします。はい、どうぞ。
資源物の持ち去りについてお伺いしたいんですが、はい、指導件数とかの推移はいただいているんですけど、はい、実際にどれぐらいの金額の被害が出ているとか、はい、そういうなんか概算で書くのか、はい、例えば持ち去られたですね、アルミ缶や新聞紙によりますとですね、その本紙の被害額としてはですね、年間で約2600万円、はい、というふうに推計をしております。で資源物の持ち去り行為の現状としてはですね、昨年度は約300人の持ち去り行為者と約900件の持ち去り行為を確認をしております。それで、そのうち外国人の方は80人ぐらいいらっしゃるということで、例えば、現場で指導しても言葉が通じない、こういったいろいろなトラブルも起きているということもありますので、今後ですね、巡回パトロール、それからそういった、持ち去り物をですね、結局買い取ってもらえないということがですね、できればそこである意味ではかなり効果が先ほど言っていただいた写真とか資料、はい、資料はまた広報課の方から写りのいい部分をお渡しさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、では次、はい、2点お伺いしたいんですけど、まず今回の予算の関係で、公共施設だとか学校ですとか支援住宅などの、点検を改めてしていくと、はい、ということなんですが、この予算の額で、全部合わせると、5億2000万円ほどになるかと思うんですが、直感的にこれ、修繕とかをするのではなく点検でこれだけの費用がかかるというのは、どういうことなのかなって、素朴な疑問としてはあると思うんですけども、何を重視してこの予算の他に計上されたのかというところをまず一度伺いたいと思います。まずその緊急点検のことについてなんですけれども、やはり熊本地震がですね、発災をしましてから数年経った後にですね、先日も例えばマンションの外壁が落ちて、車に当たって怪我をされたというようなことがあったりですね、それから今年の1月には国際交流会館のですね、ホールの内壁の落下事故というようなこともございまして、これまでさまざまな緊急点検を行ってまいりました。で、そうした中で職員による点検であるとか通常の工程点検ではですね、困難な例えば高所であるとか、それから内壁であるとか天井の仕上げの等についてですね、やっぱり足場を設置をしなければいけないということで、そして詳細な例えば打診によるですね、検査、こういったものも必要になっていきますので、そういったことからですね、本来はこれ外部の例えば、タイプであるとかそういった外部材がですね、この落下しないかどうかについての安全確認も10年ごとに実施というのが法定で、法定点検が義務付けられておりますけれども、今年度ですね、これ前倒しをして、緊急に行っていくということでございます。ですので、やはり費用としては、特に外壁点検の対象として、学校施設が、105戸、298棟ございます。それから市営住宅が16団地78棟、その他の私有施設が39施設と39棟ということで、それから内部点検についてもですね、学校、市営住宅以外の私有施設で38施設を予定しておりますので、相当これは費用が発生をするということで、こういう点検を行う。ただこれは、やはり見えないところでですね、傷んでいるというのはやっぱりかなりあるということ、それから、その痛みに気づかずにそのまま放置をしていくことによってですね、やっぱり劣化も早く進むありますので、そうしたことを早くですね、危険性を除去していくために、これは緊急にということで、今回議案して状況させていただきます。もう一点が仮設住宅の入居を受けない状況ということで、はい、一
築地の4分の1になったということですが、まあ、これについての、まあ、改めてですけど受け止めと、まあ、今後、まあ、具体的に再確保住宅ですとかそういったところに入った後の対応というのを普通にどういうふうにしていきたいのかというのを改めて教えてください。一つやはりこれだけ、まあ、仮設住宅の入居世帯の方々がピーク時の4分の1になったということは、まあ、皆さんがそれぞれの住まいへの移行が着実に進んできたというふうに思います。であと再建困難世帯の方ですね、特に再建の見通しを 100% 立てるというふうに私は市長選挙の時に約束をして、そうやって取り組んで、全力で取り組んできたんですが、どうしてもその方々が、3月末でですね64世帯、残ったということで、その後ですねその当時の記者会見でも、申し上げましたけれども、しっかりこの化石住宅等の入居世帯の方が恒久的な住まいに再建を生活を再建していただけるようにですね徹底した支援をしていきたいということでこれまで取り組んでまいりました。でその結果、まあ、今36世帯ということでございますので、まあ、徐々にその数としてはですね、減ってきているということです。ただ再建困難世帯の方にはもうさまざまな複雑ないろいろな状況がですね、ありますので、まあ、より、担当部局を中心にですね、まあ、全関係部局と力を合わせてですね、支援をしていくことが必要だというふうに思います。これはまあ福祉的な支援も含めてなんですが、そういった支援をしていく、それから、まあ、全体を通してなんですが、昨日も、大江第二団地が災害これ住宅として、4か所目ということで、熊本市内学生をしたわけでありますけれども、まあ、皆さん方が非常に待ち望んでおられてですね、昨日も、入居予定者の代表の方がお見えいただきましたけど、非常にこれで安心して、その後の生活ができるというふうにおっしゃったということは非常に、私としても、まあ、これから復興に向けてですね、まあ、前向きに皆さんが生活を体験していただけるなということをですね確信をしました。まあ、それと同時に例えば入居前の、今皆さん方との交流会をうちの方でもさせていただいて、その後の見守りについてもですね地域の町のクリセンターやさまざまな支え屋であるとかそういった地域の助け屋のそういった主体も含めてですけれども一緒になりながらこう見守っていくという対策を取るんだけれども、どうですかというふうにお尋ねをしたところですね非常に入居前にですね交流会をやったことで全く知らない方々がほとんどだったんですけども非常に一緒に仲良くコミュニティを維持してですねそういうことができるんじゃないかというふうにおっしゃっていたことが一つ、それからその後はですねやはり高齢世帯あるいは単身世帯あるいは障害をお持ちの世帯がいらっしゃいますので、まあ、こういった方々そうですね、やはり見守りについては地域の皆さん方とやっぱり連携をしながら、例えば民生委員さんであったりですねそういった地域の皆さん方と連携をしたいというようなこともですねおっしゃっていましたのでやはりそこに行政としてですね、万全の体制でサポートを取っていくという必要があるというふうに思います。そのことによって孤立をさせない、そして、例えば所有災害公営住宅や等を、退去した後ですね、この地につながっているということを絶対にこう出さないためにもですね、万全の体制を取ろうということで、昨日も実は、内部的にはですね、こういった体制のあり方について、いろいろと官庁局と協議をして、まあ、よりですね、幅広い、例えば従来型の支援をするにしてもですね、拡充をする部分がどこが必要かということを今、県庁の方で、三船町さんと、はい、コストコさんが立地協定を、はいまあ、この時の直接的なお話じゃないけど、はい、しっかり
協定を結んで、はい、県も積極的に反応を見せると思います。で今後その進出に向けてはその、まあ、様々な課題もあったと思うんですが、一つその交通渋滞解消なんかに向けた統一調整に、はい、おそらく市の方も関わってくるのではないかと思います。はい、まずその、まあ、県内に初めてそのコストコが進出するという可能性があるということに関する市長の受け止めと、はい、今後の広域調整に向けた対応方針を一つ、はい、一つ昨日、コストコホールセールジャパン株式会社と三船町の方でですね、日協定が締結されて、まあ、蒲島知事の立ち会いのもとに2021年春に開業されるという発表を伺いました。本市においてもですね、おとといですかね、発表されました9月14日に開業いたします桜町のこの商業施設をはじめ、まあ、再来年にはですね、ちょうど熊本駅ビルも開業するということで、予定をされていますので、まあ、今回この三船町にこれまで、熊本になかった、まあ、新しい形態のこうした店舗がですね、まあ、消費者 の皆さん方の選択の幅が非常に広がるということもあってですね、また県外から昨日も話が報道では知ったんですけれども、県外からの多数の来客が想定をされているということでですね、熊本都市圏 の魅力や九州における拠点性はですね、まあ、大きく向上するんではないかというふうに期待をしているというところです。でまあ、今後県がですね、渋滞対策等の課題についてですね、近隣の自治体ともですね、広域調整に入るということで、伺っておりますので、まあ、本市としましてもですね、そうした、ことについて適切に対応していきたいというふうに考えております。はい、じゃあ西市の方さんになったと思います。西日本新聞です。市民病院のことなんですけれども、はい、昨年秋に免震装置の設置不法の問題が、はいはいはい、発覚して、市長の方にもそのメーカーから、はい、話がしてた、面会されたと思うんですけど、私が直接取材したわけじゃないんですけど、当時の記事だとその装置を全部変えてもらうように市長は予防されてたんですけど、その後はありましたか？全ての、免震装置についてですね、免震ダンパーについて、全て新しいものに、そして規格外のものに交換をしていただいております。はい、じゃあ、まず読売新聞の話です。新しくできる都市道路ネットワーク検討会について確認したいんですけど、2点ほどありまして、まず1点目がこれまでも国や県とは渋滞交通渋滞問題協議会ですかね、いうのがあって、二環状11放射道路とかそういう対策なんかが議論されてきたと思うんですけど、この新しくできる検討会というのはそれとはどう機能的にこう違うのかというのを教えていただけますか？はい、一つですね、やはり今までその渋滞問題ということで、まあ、時間が読めない、あるいはその道路交通の、まあ、信頼が非常に低いということでですね、まあ、それぞれの、まあ、元々に計画にあったその、まあ、環状道路であるとか放射道路であるとか、こういったものについて、まあ、きちんと整備をしながら、渋滞解消、あるいは例えば交差点の改良等々も含めて、渋滞解消していこうということで、いろんな議論がなされてきたところです。ただ、今の現状では非常に、その今までの計画だけをですね、実行するだけではですね、この渋滞解消というのは、その将来にわたってですね、見込めない状況があるということ、道路も抜本的なですね、この空間利用を含めた先ほど2階建ての道路構造等々もですね、必要だということで、都市高速のようなイメージをですね、示したんですが、こういったことを今まで検討を具体的にしたことはありませんので、都市高速的なものも含めてですね、どう、あるべきかということ、それから、例えばこのバスも、これまあ他都市でもこういった事例はあるわけですけれども、高架の下を使ってバスで専用道路、まあ、例えば BRT みたいなものが海外でも走っておりますけれども、まあ、こういったものを
スト1回ちょっと超えたですね、いろいろな取り組みを考えていく。しかもこれは道路のことだけでなくですね、いろいろな交通モードをですね組み合わせてベストミックスにするにはどうしたらいいかと、まあ、そういう検討はですねあまり十分ではなかったということでありますので、まあ、かなり国の方でもですね今新しい広域道路のいろいろな計画をですね策定をしたいというような考え方もお持ちでありますので、これがやはり私は絶好の機会ではないかなというふうに思っておりまして、それと同時に、まあ、先ほどコストコのお話がありましたけれども、例えばインターチェンジが近いということで、おそらく南九州、東九州、大分、宮崎、それから鹿児島ということになりますけど、縦軸の方は、九州新幹線ということがありますけれども、今計画しているですね、例えば、中九州の道路であるとかですね、それから有明海沿岸道路も含めてですけれども、それから九州中央の横断道路、こういったものも含めてですけれども、例えば宮崎、大分、あるいは佐賀方面、有明海方面から、大きな機関のですね、道路が今計画されて着実に進んできています。で、こういったものが、熊本都市圏に全部つながってくるんです。でそう考えますと今近年では福岡の発展で福岡もいろいろな、都市交通やそれから空港の整備あるいはそういう公共交通の整備が進んで非常に人物金の動きがですね福岡に今一極集中しているような状況傾向が見られますけれども熊本市でもですね、県内で言えば、まあ、先ほど言ったような熊本天草幹線道路も、これからできてきます。それから九州全体を見渡しても、九州中央道であるとか、九州南道路であるとか、有明海岸道路という、こういったものがやっぱ進んでくると、やはりこうしたものがつながって、やっぱ熊本の拠点性というのは九州において非常に高まってくるということを考えると、先を見通したですね、九州全体の地域の地域経済の発展につながるようにこの都心部の渋滞というのは非常にですね解消すべき大きな課題だというふうに認識をしています。でこれは国や県の方もですね強く認識をしていただいておりますのでこれは渋滞解消だけを目的とするものじゃないということを一つ大きく打ち出している点が従来と違うということ、それから広域的な道路のネットワークの中心部分としてですね、この拠点性を高めるということで、熊本をですね、やっぱり中心に、人、物をですね、こういったものがですね、動きながら生産性全体がですね、上がっていくような、そういう意味では九州全体の地域経済の発展につながるような検討をしたいということで、これが従来とは大きく違うので、ちょっと長くなります。もう一点、はい、渋滞解消のためには公共交通と車とのベストミックスという話があって、はい、で3月の議会で凍結された市電の延伸なんですけれども、はい、まあ、いろいろとイベントやタイミングを捉えてこう市民の皆さんにアンケートを取ったりとか、はい、説明をしたりとかっていう、まあ、取り組みをされていると思うんですが、まあ、議論が熟したということで例えば6月議会でもう一回その議会に検討していただくとか、まあ、あるいはそれが9月になるとか、ちょっとそのあたりのタイミングというのはどのようにお考えなのかというのをお聞かせください。市電の延伸については今ですね、アンケートを行っている最中でございます。それから私が市長とどんどん語ろうという中でもですね、ずっと各区ごとにお話を聞いて伺っておりまして、まあ、多くの方々が非常に賛同をしていただいているということで、まあ、挙手をしていただくんですけれども、まあ、約9割以上の方が大体各地区でお伺いしてますけれども、賛成というのは声だと思います。であとはまたまだ集計はこれからということになりますけれども、アンケート調査の結果等々もですね十分集計をしまして、そして議会に情報をまずご提供させていただいて、そこで議論していただくということになろうかというふうに
まあ、6月議会においてはその中間的な今の状況をですね、ご説明をさせていただくことになろうかというふうに思いますが、まあ、今後、まあ、より丁寧に進めようということでございますので、まあ、そうした事業効果、それから財政的な面、それから今後のこういった新たな例えば道路ネットワークであるとか、交通の今、バス交通のいろいろな見直しも含めてやっておりますけど、そういったものと合わせながらですね、ご理解いただけるようにしていきたいと思います。じゃあ、伊藤さん、お願いします。2点ございます。はい、1つ目が先ほどの議運で議会等での禁煙が、はい、議会等での禁煙が言われましたけれども、はいはい、それについての受け止めを。はい、議会の方でもですね、まあ、ちょうど私も同席しておりましたけれども、まあ、市役所の本庁舎とですね、合わせて、また健康増進法の改正の趣旨に鑑み、こういった望まないこの受動規制をですね、少しでもやっぱり防ごうという取り組みがなされたということはですね、歓迎すべきことだというふうに思っています。まあ、愛煙家の方には非常にですね、それは執行部も議会にもそれぞれいらっしゃいますし、前の記者会見でも申し上げましたけど、私自身もかつて非常にヘビースモーカーでございましたので、まあ、そういった面ではご理解をいただく面があるかなというふうに思いますけれども、やはり望まないそういった人道喫煙をですね、なくしていくということのこの法の趣旨に鑑みですね、こうした取り組みをですね、進めていきたいというふうに考えております。そしてまた、まあ、愛煙家の方にはいろいろなそれぞれの民間施設の中でもですね、配慮がなされるというふうなことで、法の中でも規定をされているわけでありますので、ですね、まあ、そうしたことについてはより皆さん方がですね、国会的な環境の中でですね、する方もそうはない方もですね、ルールの中でですね、大切に生活していただくことが上質な生活をしていくにつながっていくというふうに考えていますので、ご理解いただければと思います。はい、熊本城の運営がキャッシュレス決済に、あ、はい、なるというのが提案されていますけれども、はい、それについてメリットとか期待することっていうのはどういうことですか。そうですね、今海外からのお客様が非常にやっぱり増えているということ、それから、先日もですね、県と、まあ、一緒になって民間の皆さん方も、まあ、我々も私もあれは会をさせていただいてますけれども、キャッシュレスのこの導入に関して民間の商店の皆さん、企業の皆さん方にもですね、ご理解あるいは導入の促進ということになっておりますけれども、やはりもう時代の流れとしてですね、おそらくそうしたキャッシュレス化というのはもうこれからさらに進展していくというふうに思います。で、多くのご来場者の方が見込まれるという中ではですね、やはりこうした多様な決済手段をですね、持っておくということがですね、よりインバウンドを高めるという意味で効果が、あるというふうに思っておりますので、まあ、これからキャッシュレス決済もいろんな手法についてはですね、また担当の方に伺って聞いていただければというふうに思いますが、観光客の方々をはじめとした利便性の向上にはものすごく大きく効果があるものだというふうに期待をしております。入園料が先生500円というふうに聞いたんですけれども、はいはい、工事をするこ通って天守閣前まで行って戻ってくるルートでの500円というのに関してはどうしてそういうふうに決まったのか。入園料についてはですね、やはり当然今までもその500円だったということはいろいろありますけれども、いろんな方々のご意見も聞きながらですが、結局、工事、まあ、確かに短い期間のだけで今までより高いじゃないかとおっしゃられればそうかもしれませんが、警備上のいろいろな配慮が必要になってくるということで、あくまでもこれ特別公開という形でありますので、まあ、その辺はぜひご容赦いただければなというふうに思います。そういった人的なやっぱり配置であるとか、やっぱり安全性をですね、工事期間中ですので安全性を最大限によって優先しなければいけないということ、こういったことでの経費はどうしても
今まで何もない安全な状態で皆さんの中に入っていった状態とはちょっとやっぱり今特別公開が違うということはぜひご理解いただければと思います。ありがとうございます。じゃあ、どうぞ。技術士の山です。今回の発表案件とは、知らせてるんですが、先月の下旬に財務省が地方公務員の、人数を取り上げて、2025年まで、全自治体で3万人は減らせるだろうという試算を出したんですが、人口減少ももちろん背景にあるとは思うんですが、こういったこう抑制案が出たということについて、政令市としてどういうことですか。はい、人口減少、それから少子高齢化ということで、地方行政を取り巻く課題が大きくやっぱり変化をしてきてですね、やっぱり対応をそれらに対応していくということを考えると、その分科会、財政制度等審議会の分科会の中でもですね、ご意見が出てたというふうに思いますけど、例えば人工知能 AI であるとかですね、RPA なども新しい技術も活用しながら、その行政の効率化を進めていこう、あるいは、生産性の向上を図っていく必要があるという趣旨の、ご意見についてはもう最もだなというふうに思っているところです。で、一方で昨今もうずっと課題になっておりますけれども、例えば児童虐待の問題でありますとか、それから高齢者の、介護見守りという問題、あるいは公共施設への老朽化の対応、それから災害時のですね、こうしたいざ大きな災害が起きた時にですね、非常にマンパワーが必要だということで、それぞれの自治体で今も熊本市でもですね、まだ、熊本地震発災から3年以上が経った現在においてもですね、多くの自治体の職員の皆さんの力を借りないと、仕事が有効のですね、仕事、それから日常の業務が回っていかないということを考えますと、やはりただ単に全体の数を人口が減るからそれに比例して職員数を減らせという考え方は非常に単純で乱暴な議論ではないかなというふうに思っていますので、そうではなくて、やはりいかに効率性、生産性を高めながら適正な職員の配置の在り方がどうあるべきかということをですね、冷静に我々は議論していかなければいけない。そして政令指定としては非常に県域の自治体も含めてですけれども、その中枢中核をなす自治体ということにもなりますので、そういう意味では我々は、特にそういう技術の専門職でありますとか、それから福祉の専門職であるとか、例えば、法律の専門職であったり、環境関係の専門職であったり、様々な分野のですね、専門領域の、持つスタッフもですね、それから経験を持つスタッフも、必要になってくるということ。そういった現場が、逆に言えば少子高齢化だから人口が減少するから、減らせばいいということではなくて、逆にニーズが変わっていることに対しては、人的マンパワーがさらに必要になっているというような自治体の現状もあるというのはですね、それぞれ、必要な時期に、例えば指定都市長会でありますとか、あるいはそういった国にですね、要望をするような要望がございましたら、積極的にですね、発言をして現状を理解をしていただけるようにしたいというふうに思います。一方で働き方改革の問題、それから、職員がですね、やはり、生産性を上げながら市民の皆さんにですね、難事努力をしていくということは、これは行政の効率性を高めていくことでは、さらに我々も努力しなきゃいけないということは認識をしておりますので、そういった点でもですね、単純に数の削減をすれば何かバラエティになるかというようなですね、ことではないということはですね、丁寧な議論が必要なというふうに思います。じゃあ警備さん。委員会の中でイタリアのミラノのスーパーで熊本を成立するっていうような話があると思うんですけど、その狙いと、一つはですね、トランプ産品の販路拡大については、これまでもコープイタリアというですね、イタリアで最大のですね、スーパーに
伝えしまして、先日、3月、今年の3月ですかね、協定を済ませていただいて、これまでですね、成立を行ってまいりました。で、今年の3月に、熊本ウィークの第1弾として、現地法人との連携で、コープイタリア5店舗のこのブースの中でですね、熊本のそれぞれの4事業者の皆さんが、例えば、海苔であるとか、甘酒であるとか、味噌であるとか、ちょっと加工品になりますけど、醤油であるとかですね、こういったものを販売をされました。で、今回はそれが非常に好評だったということでですね、さらに規模を大きくして、商品を一定期間この販売してテストマーケティングを行うというような、ことで伺っておりまして、より多くのこの熊本産品をですね、現地の方々に手に取ってもらえるようにですね、特に対象事業者であるとか、規模を拡大するということと、それから事業者の皆さんと一緒に私が特設を行うということで、販売促進にですね、強い意欲を持っているということをですね、イタリアの皆さんにも示していきたいというふうに思っております。で、私自身もコープイタリア等の関係機関のトップとお会いをしてですね、直接、セールスを行ってくるということでございますので、PR、それから今後の販路の拡大、に関するですね、意見交換を、しっかり行って、今後の戦略を、作っていきたいと、そういうふうに考えているところです。随分と同じようなストラスブールの方で、公共交通に関する、ポテトサテスの新時代のストラスブールで、また訪問をするというふうに言ってました。はい、それというのは、この交通とまた関わってくるような。そうですね、大きく関わると思います。それで、今回議会の方や、それから経済界、あるいは皆さんにもご案内できるんじゃないかなというふうに思っていますが、やっぱり多くの方々がやっぱり今の都市のいろいろな行動がいろいろ変化をしていく中でですね、ヨーロッパの街づくり、特にストラスブールは昨年ですね、日仏自治体交流会議が熊本市で開催をされたときに、実際にリエス市長さんがお見えになって、私とも直接いろいろ意見交換をさせていただいた中でですね、やはりやっぱり非常にやっぱりこれまで交通渋滞であるとかいろいろなものが、あった中で、新たに、例えばトラムのようなものをですね、電車ですよね、市電のようなものを、整備をされたり、あるいはそのバス、そういったいろいろな乗り換えの利便性も含めてですけども、道路の交通、要は自動車交通と公共交通のベストミックスを非常にこのストラスブールという都市は今、この20年ぐらいかけてですけれども、取り組んでこられたということで、まさにヨーロッパの中でも先進地だということであります。で、たまたま今回私も第7回の日仏自治体交流会議の日仏合同推進委員会、私もその役員になっておりますので、それに行くということが、一つ大きな時期でもありましたので、これと合わせまして、一緒に行くことでですね、これ、なかなか私も日程的に海外にしょっちゅう行くという時間もあまりないので、そこに集中してですね、3つの大きな目的になりますけれども、そういった形